都会への人口一極集中で、ますます過疎が進む地方の町や村、いわゆる限界集落ですが、そこでの生活はどんなものなのでしょうか。2018年の4月に、とても興味深いスレが立ちました。人口400人の村に住んでるけど質問ある？暇なので。海鮮通ってんの？通ってるよ。大川村？そんなに有名じゃないよ。戸賀村？ググっても出ないレベル。村の慣習に見立てられた、連続殺人事件の一つでも、紹介してくれ。殺人事件はないけどじいちゃんが村の役割的なので揉めたせいで夜中に家の周りを村人が追うドラマのトリック的な状況になったことはある。それだけじゃコナンも金田一も来ないぜ。来られても困るわ。俺もこんなところに住みてぇ。仕事に追い詰められて死にたくなるような生活はもう嫌だ。俺のところは田舎の方ではまだ住みやすい方だけど田舎には田舎なりの苦労あるぞ。まあ不便だとかコミュニティが狭いとか色々あるんだろうけど、今の時代なんとでもなるからな。都会なんて一生住むもんじゃねえわ。逆に都会行きたいわ。家の管理とかあるから多分無理だけど。通販とか届け物とか遅れたりする？受け取り日指定とかしたことないからわかんないな。もしかしたら遅れるのかも。性別と年齢教えて。男二十歳。村人と、したないなぁ。意外にも若い女は結構いるよ。結構は？車で2、30分走るとあるよ。こういう村ってよそもんがいきなり引っ越してきたらどうすんの？最近引っ越してきた人いるけど特になんともなさそうだよ。俺が若いから気づいてないだけかもしれないけど。出身高校への通学手段と所要時間は？車電車バス徒歩で大体2時間半ぐらい。西日本でしょこれ。まあ正解。そこまで田舎って感じではないな。東北とか離島のガチなところよりはマシだとは思う。村のゆるキャラとか萌えキャラとか設定されてないの？ないと思われる。村の名前、最初の5文字だけ教えて。というか特定されるとめんどくさいから村ってことにしたけど正式には町だぞ。ヒントは東海地方これ以上は無理だわ。人口400人しかいないんだったら、どこかの市町村と合併した方がいいんじゃなかろか。付近の村が合併して町になった時になぜかうちの村だけ合併せずに名前だけ町に変えたらしい。理由は知らん。町になった、ってことは、人口要件とかクリアしたってこと？その辺の詳しいことはよくわからん。ジジババに聞けばわかると思うけど。村っていうか集落か。この解釈が一番近いわ。合併嫌うとか独自の産業、特産物持ってるとか、なんだかんだで地場産業強い。そんなに有名ってわけじゃないけどちょっとした観光地まがいのものがあるからそのせいかも言っても。外の人には厳しいけれど身内の連帯感が強い。情報はすぐに村中に広がる。いわゆる村社会と呼ばれるような風潮はあるのでしょうか。村人全員知り合い？ぶっちゃけ知らん人たくさんいる。じいちゃんの名前出せば大体〇〇さんのとこかみたいになるけど。そうそういうもんなのか。近所付き合いとかどんな感じ？嫁いできた人の扱いとかどう？近所の人が勝手に家に入って野菜置いてくとかよくあるよ。嫁いできた人は結構肩身の狭い思いしてる人が多いらしい。鍵かけたらダメみたいな感じかな。変わってる風習とかある？住んでたらあまりわからないかもしれんが。今度引っ越すんだが、そこの町民数の少なさにビビってて、いろいろ聞きたいわ。ダメっていうか昼間はかける習慣がないってだけだから鍵かけても問題ないんじゃないかな。夜は普通にかけるし。若いのは消防団強制とか神社の管理を各家庭ごと1年交代で回すとかはあるよ。断ったら面倒なことになる。実際上で言ったじいちゃんが揉めての原因は神社の管理の件が問題になったせいだし。外に引っ越す予定ある？家の管理があるから無理かな。ぶっ壊して他に引っ越したいけど金かかるし。独特の演習、奇襲、祭事、イベントとかあったら教えて。祭りぐらいしかないな。神社は町民が管理するのか。冠婚葬祭とか季節のイベントとかどんな感じなんだろう。なんか悲観で構わないので、って思ったこととかあったらぜひ。新しく家建てたら餅投げしたり、お正月には家庭ごと餅ついて神社に奉納したりとかかな。あと祭りの実行委員的なのは神社の管理とは別で若いのにやらされたりする。最初に子は割と普通な気がする。結構他でも普通なのか。自分は都会っ子だけど餅投げも餅つきもしたことないわ。田舎に引っ越したら非常識な人間にならないか心配だ。どこの地域に引っ越すのかはわかんないけど。東北の方は俺のとこが比較にならないくらいヤバいらしいから気をつけてな。あと山より海の田舎の方が付き合いはしやすいらしい。長男だけ扱いが違うとかある？自分は長男嫁の立場で、今度夫の実家の近所に引っ越して家業を継ぐんだ。自分の感覚だと長男イコール一番最初に生まれた男くらいの認識なんだけど、どうやら違うらしくて、でも夫に聞いても全然教えてくれないから不安で、何度も質問してごめん。長男はほぼ強制的に家継がされるよ。特に家業とかやってもなくてもね。大体の家がアホみたいにでかくて庭も広いからその維持管理だけでも大変だし、田畑持ってる家はそれもやらなきゃだし、この辺のことが全部長男に回ってくる。次男は人によるけど大体都会に出てく場合が多い。そうなんだ、同居じゃないだけマシと思わなきゃいけないな。確かに弟さんは都内に住んでるわ。幸い東北ではないし、海沿いの町だから頑張るよ。ありがとう、いいスレだ。一気に環境変わると大変だろうけど頑張ってな。10年後ぐらいには滅亡してそう。普通にありえるから怖い。
東北じゃないと何が幸いなのかはわからんけど、海沿いの人間は基本気性荒いぞ。東北の田舎は悪い噂が絶えないじゃん。医者を追い出したりとか、山は陰湿な人が多いからコミュニケーションって意味では海沿いの方が取りやすいでしょ。気性荒いのは確かにだけど、東北と山側はもっと大変って書いてたからさ、東北が嫌って話ではないぞ。誤解与えてたらすまん。そういうことね。東北の県は置いとくとしても海沿いは国道が近くにあることが多いから山よりは移動が楽な面もあるしね。それはそういうバイアスかかってる状態で情報を集めるからでは。まあ田舎に住んだことないから真実はわからんが、ただ海沿いの町の女がエロいのはガチ。その辺はあるかもな。実際に東北に住んだことあるわけじゃないし。ガチでこういう田舎に移住考えてるんだけど、仕事と住むところってあるの？住む土地って意味なら腐るほど、借家って意味ならそんなにない。仕事に関しては車で1時間も走ればいくらでもあるよ。全然関係ないけど、仕事柄田舎の役場とかにも行くんだが、職員のおっちゃんが平等合併だって話だったでしょうがって電話口でブチ切れてることがあったな。怖い。一人暮らし？母祖父祖母俺の4人暮らし。姉もいたけど嫁いで行った。天の川見えそう。余裕で見えるけど、そもそも星を見ようと思わんな。スレは以上で終わっていました。同じ田舎の村だとしても、東北や四国など地方によってかなり変わるでしょうね。続いては2018年の7月に建てられたスレを覗いていきましょう。人口500人の村に住んでるけど質問ある？今は週4でみかん畑で働いている。学校は？小学校が1つ、中学校が1つ、保育園も1つある。思ったより子供がいるんだな。運動会は保育園、小学校、中学校すべて合同でやる。多分全部で50人くらいはいるんじゃないかな。50人ならまだ多いだろ。多いんかな。人数少なすぎて1人の教師が2つの学年同時授業してるとか言ってた。大学は県外か。高校から家を出るのが普通らしいね。愛媛か和歌山だな。お前の住んでるところの強度自慢して。どっちでもない。川が綺麗、夏がそこそこ涼しい、かっこ扇風機あれば余裕って程度。よそ者ウェルカムなところ。特産品はあんまない。王子主みたいな絶対権力者がいてみんな逆らえないんでしょ。王子主ってより元役場職員には逆らえないって感じ。区長も村長も議員もほぼ元役場職員。残りの450人のうち高齢者は何人？割合は知らんが、村で20代は役場職員以外だと見たことがない。人の噂話するのが娯楽になってそう。ほんとそう。下水話ばかりやぞ。最近話題の町村総会、率直にどう思ってる？うまくいきそうな感じする？無理だな。老害とまでは遺憾が保身に走ってばかり。それは自治体もそう。有能で動ける奴が変わり者扱いされてるね。夏涼しい、標高が高い。長野県だな。近いっちゃ近いし遠いっちゃ遠い。ちょっと騙すようだけど、住んでるのは500人足らずの村で働いてるところは県外でし。変なしきたりある？ない。住んで何年？もう少しで1年。そんなことはどうでもいい。うまいもん紹介しろ。うまいもんなんてない。強いて言うなら水くらいか。水がうまいか、悪くねえ。日本酒の蔵か温泉でも綾菜泳い。温泉はあるよ。冷泉を沸かしてるみたいね。みかん畑ってなんぞ？まんまみかん畑や。甘くするために下に反射するシート張ったり、鹿よけネット張ったり、なんだかんだ一年中仕事してる。なぜその土地に行こうと思ったの？仕事場のこと？一番近くてバイト募集してるところがそこだったから、インディードで見つけた。ちょっと憧れてしまう。大変だろうけど。楽だよ。大したことない。お金は稼げないけどね。変なしきたりもない村とかつまんね。アフリカ行ってどうぞ。スレはこの辺りで終わっていました。それでは最後にもう一つ、2016年の11月に建てられたスレを見て終わりにしましょう。四国の山奥、限界集落出身だけど質問ある？霊的なオカルト話はないけど、多分都会の人からしたら村の生活すべてがオカルトレベルかもしれん。どんな生活だったの？ばあちゃんがいろりの近くと角まで縫い物してて、母親は台所で煮物作って、父親は炭焼き、俺は行くところもすることもないから勉強してた。高校卒業して都会に出るまで、ネットを触ったこともなかった。あ、住んでみたい、そんなところに。生まれてこの片灰色のコンクリートジャングルでしか暮らしてない。憧れるわ、その生活。こっちは、生まれてこの方、本当のジャングルでしか暮らしてない。虫と共生できるかい？山暮らしにおける駅中の代表格が雲。そして駅中たちも部屋のどっかにはうんこしてると思う。虫のうんこなど問題でないでしょう。雲は、でっかいやつね。でっかいやつ。ゴキブリを取ってくれて重宝する。夏によカブトムシが今に飛び込んでくるのは大変だけど、気をつけないといけないのはムカで、布団の上にポトッと落ちてくるという。半紙に、アマチャと墨で書いて柱に貼っておくと、ムカで避けになるという呪術か。節分に豆と一円をティッシュに包んで三叉路や曲がり角に送ってよ風習今でもありますか？もうないと思う。と書くと四国のどこか、丸わかり。ティッシュじゃなくて、チリ紙ね。チリ紙って知ってますか？知ってます。あったな。ばあちゃんが絶対に後ろは振り返らんでね。何か忘れたけど追っかけられるから。って言われて走って帰ったい思い出。四つ辻にはいろいろな魔物がいて、葬式の帰りにそこを通ると、七人岬。がついてくるというのもありました。
今、その名前だけは有名ですけど、四つ辻には不意に死んだ人の霊が集まっている、ということでした。法界様ですね。航路死人が起源だとか、無縁仏だとか言われています。その一種で道六神というのもありました。道祖神でしょう。昔、徳島出身の俺のばあちゃんが真剣な表情で蛇使いの話してた。村に気に入らない人がいるとその人の家に蛇を送り込むとか、送り込まれた人は高熱出したり病気や怪我をするらしい。蛇使いなど甘い。こっちとら、犬噛みつきだい。四国ってなんで山に小さい祠がいっぱいあるの？別に、山じゃなくても街中にもあるぞ。山に小さい祠がいっぱいあるというのが重要なんでしょうね。あるんだよ。これが、たくさん、間違っても、中のお札も使えるんじゃないぞ。読めない文字で書いてあるのはなおさら、家に来るぞ。夜にな。スレはこの後も集落についての話題で盛り上がっていました。インフラがしっかりしているなら、都会ではなく村に住みたいという人も多いのではないでしょうか。皆さんは村と都会、どちらがお好きですか？九州のど田舎で村なくってるけど質問ある？地の築80年。話し相手がジッジとバッパしかいない。カンパレ。くっそ憧れる。ええ写真やね。寂しく立てた。何でも答えるで。一人でやってるんか？ニート3人で借りてる。リアルダッシュ村や。最寄りのデパートあるレベルの都市まで車で何時間くらいや？そもそもデパートが県で1個しかない。1時間くらいかな。でもそれなら田舎やけどそんなむちゃくちゃ不便な場所でもないな。温泉もちょいちょいありそうやんけ、あのあたりなら。温泉は最高や、混浴もあるで。混浴かっこさる。あったかい水たまりくらい汚いけどな。椎茸とかボスしかないとこやで。ああ、琉球とかいう魚の刺身合いみたいなの食うとこやな。せや、沖縄関係ないのにな。ホモ3人。おっさん3人やで。ええな。虫すごいけど涼しいし快適やで。涼しい九州謎ない。本格的な冬はまだ未経験やから怖い。おま、詳しいなほんま参謀として来いや。どうやって生活してるんや。今地方創生的な補助金が垂れ流しやから、それをもろて遊びながら農業や。近所のジッジとバッパがめちゃ教えてくれるから楽やで。え？家の中ウプ。ほらよ。8畳 ×6 部屋 ×1、2階、蔵4つ、畑1000メートル ×160 メートルついて家賃2万や。そこら辺は蜂とか食うあたりか？虫は食わんなジビエならあるで。虫は食わんか、ジビエな。今度は名の免許取るで。歯科医の獅子食い放題やで。ハエスっぽい。そこ済ませろ。おう来い来い。正直羨ましい。俺らもやるときはビビってたけど勇気出したら意外にいけたで。勇気ってファミマに売ってる？店員さんに聞いてみて。裏山。山に囲まれてるで。縁側でスイカ食べた？甲子園見ながらスイカ食べたで。近くにパチンコ屋あるならワイも住みつきたい。そういやパチンコないな。人がいなすぎて。寝るときに靴下履くやつ嫌い。爪真っ黒なるやで。いいだろ。食事みたい。いやじゃ、でもどうしてもなるけどな。もうバーベキューも飽きたやで。うまそう。これからの時期はダッチオーブンで鍋ね。ピザ窯も今計画中やで。ダッチオーブンええな買ってくれ。お金くれたら買うで。お使いやん。中身詰め込んで持っていく。急に宅配サービスやん。お宝あるやろ見せてや。お宝はこれやで、毎日見るんや。全裸やんけ。おなごがいないからな。高知か。冬はそれなりに寒いから覚悟しとけよ。阿蘇の方とか普通に水道凍るからな。さっき東京で数十年ぶりにマイナス4度を下回ったって聞いて、東京って暖かいんだなと思ったわ。これは人生の勝者。勝ち負けないで、でも幸せやで。右九十連山で左阿蘇やろか。おま、すごいな。当たったんか。いうことは、文豪のとかそこらやな多分。おま、やめんかい。仕事はどうしてるの？あと大阪住みだからこういう田舎の暮らしに憧れる。仕事はさっき書いたやで。補助金もらいながら農業や、あとネットポチポチ。村、誘拐へ。行政とか部落のジッジたちと協力して地域おこしやで。畑見せて。これがあと5個、まだ手つけてないけど。羨ましいな。ワイも子育て終わったら嫁と離婚して遠距するんや。嫁も一緒に来ればいい。田舎だと喧嘩もしないやで、のどかじゃ。いやー、つまらん女だから。まあ俺は北海道に行くがな。金を貯めて、仕事も辞めて。北海道もええな、髪うまそうや。そういう田舎って行ってみたいけど、どこ行けばそんな感じのところがあるのかわからない。1、2週間くらい友達と行ったら楽しいだろうな。今はどこでもあるでほんまに。どこでも移住したいんですがって市役所に電話や。補助金たくさんあるからしっかり確認やで。精神障害のニートでまともに動けん俺には羨ましい。おま、今すぐ来いほんまに。働けんからな。役に立たんよ。役に立つからとかじゃないんや。何より友達が二人もいるというのがな、いいよな。田舎は距離が近いからな。こっちが心開けばすぐ友達できるで。元引きこもりコミュ障な俺が言うんだ間違いない。金はどうしとるんや。そもそも生活費が全部入れて5万もかからないからな。畑したらいよいよ使うところがないから。たくさん旅行に行くために畑で少し稼いでるで。ほう、そらええな。田舎はそんなもんやで。今考えると都会で毎日必死に何のために働いていたかわからんで。しかしワイも子育て終わったら50近いからな。
離婚したら嫁に半分取られるし、1年いくらで過ごせるかい。家賃2万、食費1万、水道光熱費5千、ガソリン1万、雑費5千。最低限かかるのはざっと5万くらいやで。これを3人で割ってるからな。田舎の中でも大きい方の家なんちゃう？蔵が4つあるとしたら元々の所有者はなかなかの地主か何かだったのかなと。多分豪邸やで。まあでも周り20軒くらいしか家ないからな。やべ、楽しそう。楽しいしのんびりやで。さらに収益的には移住した時に70万もらったかっこ引っ越し代とかなんやかんやのと、農業の補助金が年間150万、あとは畑の利益とネットポチポチでお小遣いやな。農業転職移住者への自治体からの補助金って期限付きじゃなかったか？期限内に自立できなかったら、ガチ無一文で逆宮高地になるぞ。畑しなくても生きていけるけどな。近所のおっちゃんと一緒に畑頑張るで。築80年の家を借りたのは分かったけど、肝心の村を作るって話はどこ行った？行政と地元の人と連携しながら地域おこしやで。地域おこしって、具体的に何をするものなの？人口を増やすのがゴールとか？行政としてはまあ、移住者を増やして税収を上げるとかそれなりにメリットはありそうだけど結果的にどうなりたいんやろ？行政的にはそうやな。人口増やして税収上げることかな。でも俺らの目的はまずは楽しいことや。そして仲間が少しずつ増えていくことが楽しいんやで。興味深い。仲間が欲しければ人が多いコミュニティに入れてもらえば済むと思ってしまうけど、ゼロからやりたいというのは、フル株としてコミュニティの主になりたいとかそういう感じ？俺らはお前ほど頭良くないからそんなことはわからんのやで。ただ気の合う仲間と楽しく生きたいんや。楽しい？楽しもうとしてるで。間違いなく都会で働いてた時よりかは楽しいで。楽しそう。自分ではやりたくないけど。やってみたらええで。ええやんとマリーってええか？もちろんええで。文後清川駅に着いたら教えてくれ。何もないど田舎おっさん3人。何も起きないはずもなく。猫3人やで、立ちもとむ。YouTube やろや。そんなコミュ力あったらニートなってないで。コミュ力いらんやろ。面白そうやからやってほしい。どういうのやったら見たいか？毎日の家改装とか畑の進捗とかでええんか？そういうのそういうの。ピザ窯とか作るんやったらその工程とか。そんなので面白がってくれるならやろうかね。YouTuber になったら君のせいやで。田舎に暮らしてみたいって人多そうやから結構支持得れるんちゃうか。企画はいろいろありそうやからあとは編集力やな。おう、じゃあ名前は、あたらよ、でええか。俺ら村の名前が、あたらよ、っていうんや。大和言葉で、開けるのが惜しいほど素敵な夜、って意味や。素敵な名前やん。チャンネル登録させてもらうで。もし始めたらここに載せるでかっこ1年後。田舎にいとかっこ、でいいのか。ってどんな生活してて何食べて普段何してるのか気になるし、見ててきっと楽しい。ブログでもいいけどそういうの見られるなら俺は見るな。もしやったとしても、今の YouTuber みたいに派手なことはなんもないから笑い少なめのゆったり配信になるで。これが新時代の町おこしの宣伝か。いいセンスしてるな。干し椎茸作るのは機械がいるだろ。蔵の中に鉄の網みたいなのがたくさんあったから、多分干し椎茸を昔作ってたんだろうよ。じゃあお前らも干し椎茸作れ。椎茸作るところからやないかい。はよ原木切ってこい。おま、詳しそうやな。うちの椎茸隊長に任命や。田舎暮らしは間に合っとるわ。都会と田舎の二拠点生活が最強やと思うこの頃や。アホが、真に土着してこそ村作りだろ。まあそういう意見もあるが、人口が減っていく中、一つの土地で若者を捕まえておくのはもったいないと思うで。みんなが多拠点生活したらみんなハッピーや。その通りやと思うよ。樽を知って好きなように生きればいいと思う。お前さんみたいに行動力があるやつとは美味しい酒が飲めそうだ。間違いないやで。うまい酒を飲みながらあたらよを過ごそう。今こそ若者が田舎暮らしして、田舎で子育てと農業林業水産業する時代だよ。遊びながらな。とりあえず、君は結婚したまえ。俺の一番嫌いな正論や。まあ、そう言わんと。おなごがいたらな。田舎には女を連れていくもんだ。リア充かよ。田舎に行く前に女を作れよ。そういう意識は低いのね。おなご頑張るやで。よく言った。頑張って。とりあえず近所の83歳のバッパくどいてくる。83歳だと生産性皆無だろ。だからといって女子のサークル攻めろはどんだけハードル高いと思っとんねん。試すえまさるちゃうんど。わかった。じゃあ、民泊の申請とかしてだな。田舎の少人数農業体験ツアーとかやってそこから出会いを作るとかは？あと、竹細工習いに行くとか。おま、俺のことマッマ並みに心配してくれるやん。え、もしかしてマッマ？違います。いいなぁ、いいなぁ。三人はどういうきっかけで集まったの？一人はガキの頃からの腐れ縁で、もう一人はそこら辺の川で拾ったやで。山奥ニートの九州版みたいな感じかね。九州はいいぞ、まず飯がうまい。九州に旅に行ったら、行く人来る人みんなからゲラゲラ笑われたんだけど、もう愛を見るなり。バスに乗り込んだらジジババが一斉に笑い出して不気味だったぜ。笑ってる奴に近づいたらより一層大きな笑い声上げて走って逃げやがったし、旅館に着いても女将が見るなり笑うしよ。夜中、出歩いたらそこら中で笑い声の大合唱。九州はおかしいところだ。笑う角には服着たるにしても笑いすぎだろ。ああ、それはあれだ、なんて言えばいいんや。多分やけど鏡見れば答えがわかるし、笑顔になると思うぜ。
うらやしくネタには引っかからんか。実際、そっちについてるやつ見たら笑えという風習はあるの？おう、知らなかったすまんな。俺らは聞いたことないな。実地たちにはあるのかもな。北九州だからな、あの話の舞台。しかし、幽霊の撃退方法が笑うとはすごいな。北九州は幽霊よりヤクザが怖いと聞くで。楽しそう。40後半ぐらいになったらやってみたい。俺ら26から31やで。大分で農家するなら椎茸やろ。高く売れるのにもったいねえ。え？そなの？ググる。いや待て、高いのには理由がある。椎茸は原木と環境が大事で、お前さんがいるところはちょっと寒すぎて向いてない。単位面積あたり利益が高くてお前さんがいるところに向いてるのは生姜とニンニク、だな。お前、俺より俺らのこと知ってるやん。生姜は儲かると聞くな。3日ぐらい体験で泊まりに行きたい。いつでもええで。豊後清川駅着いたら連絡してくれ。田舎に住む前は何をしてたん？普通のリーマンやで。いつまで田舎暮らしを続けるの？特に決めてないやで。生きるは続けるものでも止めるものでないからな。なんとなくやけど、スレ主は意識高い系でめんどくさい感じ。大正解やで。畑で何作ってるの？種類で言うとたくさん育ててるで。家庭菜園でな。ほんまに文豪もやったか。マジで泊まりに行きたいわ。酒持ってくし。多分地元じゃある程度知名度あるからマジで見つけそうだな。そうか、武田の可能性もありか。高千穂のヨカグラ見に行きたいし、そのついでに行きてえわ。レス全部見たらすぐわかるで。大分にもカグラあるで、有名やで。写真的には文豪のと武田の間の高地やとは思っとったんや。ここの絵とはその角度的に。大分にもあるん？それめっちゃ見たいわ。カグラ好きなんか？俺古事記大好きやで。多分大分一区はシート自負してる。好きやけど詳しくはない。高千穂でヨカグラやってるやん。観光用に毎日。前人気それ見て、めっちゃおもろいなって思って本物の村のカグラ見たくなったんやわ。おう、来いや、一緒に見よう。子供カグラも可愛いやで。うちの近所でもそういうグループが来て耕作放棄地借りて集団で農業してるけど、そいつら大体女連れで来てるぞ。野郎だけだと生産性がなくなっちゃうからね。女だけでもだけどさ。おう、ぜひともそのノウハウ教えてほしい。え？ネイチャー系の工芸好き女子とか、ナチュラルライフ大好き系女子とか、そういうサークルにあたりをつけて接触を図れば？できたらやっとるわそんなの。でも、田舎や農業やナチュラルライフに興味がない女は絶対に食いついてこないよ。エセサブカル女の中から本当の田舎女子を見つけるしかないの。そういうタイプは自分大好きのミーハーが多いぜ。そういうシャレたものが好きな自分が好き、ってやつ。趣味をアクセサリーかなんかだと思って嫌がる。気に入らなくなれば付け替えるだろうし、田舎の暮らしなんてさせたら閉塞感ですぐ帰りたいだのなんだの言い出す。そういうサブカルクソ女はダメだ、いいことがない。お風呂はかまぐろか？残念ながら風呂はめっちゃ綺麗なんだ。前の親が風呂変えて1年で空き家にしたから。ええな、実際住んだら絶望しそうだが。何にだ？平気な風だけど精神に異常をきたしてるじゃん。褒め言葉として受け取っておくで。今日は何か進展あった？今日は隣のバッパが昼飯作ってくれて、その後畑の草刈りしてこの前切った木を燃やしたで。暑かったからハンモックの上が定位置だったな。今日も仕事で神経をすり減らす。気持ちがジャリジャリと音を立てて削られていくのだよ。辛い。スレ主の生活が羨ましい。頑張ってるな、頑張りすぎないでくれよ。その場所にしようとした理由とか経緯とか聞いてもいいか？場所は縁があってな。でも特にこだわりがなかったんや。大分ならどこでもいいくらいの。そして空き家バンクで家を探して、いい家があったから決めた。経緯は昔のリーマン時代の生活が嫌になったんじゃ。人がどんどん孤独になっていく中で、俺らはこのまま孤独に死んでいきたくない。って雑魚ながら思ったんやで。大したもんじゃなくてすまんな。いや俺も本当に自分の生活に必要なもの以外削っていくとど田舎生活にたどり着きそうだから、参考になる。そだなぁ、社会システムが全部ストップした時に俺って何もできないかも、って思うと怖かったやで。災害とかも多いしな。サピエンス全史的に言うと、すべて虚構で生きてることがわかったんや。ふるさとを作るで読んだ。その本見たことない、見てみるでありがとう。道凍結しとらん時期なら、大阪からフェリーつこてバイクで行ってもええなぁ、あの辺。父親が岩見の人間やから島根のカグラはちょいちょい見てたんやが、九州のが面白くてな。大分でやっとるんは全く知らんかったけど、ちょい見たら文豪のやら武田もあるんやな。祖母山のふもとあたりでメジャーなんやろか。俺らのとこは雪降らんからな、バイクいいと思うで。大分結構カグラあるで。ほう、雪降らんか。ほな1月2月の朝以外ならバイク大体行けそうやな。地元に根ざしとるカグラはええよな。せやな、カグラは残していかない漢文化やと思ってる。せやな。本質変わらん程度に多少観光客入れて銭稼ぐとかは全然ええけど、ああいうのがなくなったらそれこそその地域のシェアは。神話のない国は滅びると一緒やな。お前とはいい酒飲めそうだ。虫嫌いでも田舎住める？気にならなくなるという意味で住めるようになるで。スレ虫のとこぐらいに山奥だと、クソでかいムカデの目撃が毎日で、年一2回は勝手に寝床に入ってきて内ももを噛まれて1週間もだえるのが恒例行事だぞ。あと、都会は黄色スズメバチだが、スレ虫のとこぐらいに山奥だと、大スズメバチがデフォだ。
お前の手の人差し指ぐらいある奴が、そこら辺の草むらや木の葉の裏を、芋虫探して死に何度もパトロールに来る。ビビらすのやめー。年1、2回。うちは年20回以上だわ。噛まれるのが年3、4回。うちはクモとムカデとゲジゲジの巣だな。俺もビビらすな。耕運機やチェーンソーって免許いらんの？いる奴もあると思うで、まあでもそこら辺は、な。文化なかったらいくら人間住んでたって死んでるんと同じや、愛着もクソもないしな。そういやその辺でも解散とかコオロギさん応援か？ほんまそれやで。今年の秋は地元のお祭りを小さく復活させようと思ってな。解散は多いな、もう一つは嫁ん。ええやんけ、細々とでもええから続くのが一番大事や思うわ。阿波踊りみたいになったらもう逆のベクトルであかんしな。コオロギ、やな。高千穂とか高鍋編やと、かい、コオロギ、犬のクソって言うらしい。犬のクソくらいにそこらにあるっちゅう意味らしい。今はなくなってしまってるんやけどな。だから復活や、阿波踊り楽しそうやったな。おお、なんか野球かなんかで前おったな。その話めちゃ面白い、言われたくないわ。早めに復活しとかんと永遠にオーパーツになってまいそうやからな。サッカーの日本代表ちゃうか？あと声優にコオロギ里美っておったな。どっちも高千穂編の出身かは知らんけど、高千穂の飲み屋で帰って地元のおっさんとたまたま喋っとったんやが、その人アースシェイカーでメタルバンドのメンバーの兄貴やった。俺メタル好きやから盛り上がったらおごってくれはったわ。おま、コミュ力高そうだな。もうマジでうちの村来てや。田舎暮らしは憧れとるし、いつか沖縄ででも民宿でもやりてえな思っててな。下準備で職にあぶれんように大型ニスとか牽引とか小型船舶までは取ったけど、まだ今の仕事辞めれとらんからな。沖縄もいいな。おま、すごいな。なんでもできるやん。なんつうかもう、通勤時間ほど無駄なもんはないって思とるからな最近。人脈ない田舎に乗り込んで波の生活したいなら、ある程度資格持っとかなあかんかな思て、時間と金あるうちに取っといたんや。時代錯誤だな通勤時間。世の中生産性だけが全てやとも思わんけど、通勤時間みたいな生産性のなさは大嫌いや。手段として合理性がないのは罪やで。目的は合理性なくておけと思う。元でなくても生きていける？彼女と移住したい。元でないのレベルにもよるけど、最悪15万あったらいけると思うけどな。後でお金は返ってくる確保補助金とか、けど、最初は出さなあかんからな。うちの村来たら無料でいいで。大分県民の神楽経験者やけど、大分の神楽もほとんど岩戸神楽やろ？ぴったりの人来た。俺も東京から岐阜の田舎に引っ越したわ。時間の流れ方が東京とは違うし人混みがないってこんなにいいのか、って感動した。ただ、標高高いから冬の寒さが半端ない。マイナス15度とかになる。こんな気温になるの東北や北海道だけかと思ってたわ。おお、仲間よ。冬の寒さ対策教えてほしいやで。まだ未経験でガクブルや。いろり作ろかなとは思ってるが。家は改築オッケーなんだろ？田舎なら薪ストーブが絶対いいよ。チェーンソー使えるなら薪はただみたいなもんだし。俺はストーブを4万で買ってきて煙突とか全部自分でつけたよ。ちょっと大変だったけど男3人いるなら余裕でできる。鹿児島の大隅半島とかに住めばそんなことなかったのにな。火山灰。火山灰は友達さ、怖くないよ。じゃあ寒さも友達になれるはずだ。通勤時間が生産性があっていう人は会社のそばに住んだらええんちゃうの？それはみんないろいろあるやで。いろりは俺も憧れたけど、あれは暖は全くと言っていいほど取れないぞ。炭でパチパチしても煙たくなるだけ。あれは暖を取るものではなく料理する場所。古い家は断熱とかほぼ全くないから、断熱をある程度しっかりして薪ストーブ入れたらかなり温まるよ。なるほど薪ストーブか。めちゃ日本家屋なんだが合うかな？なんか東北の方はいろりで暖を取れるように、灰を深く掘ってると聞いたが、違うのかな？木炭買ってきていろりにくべたら、煙たさはなくなるよな。薪ストーブは煙をきれいに出してくれるからナイス。みんな薪ストーブ家にあんのか。薪ストーブはあったかいし、調理もいろりよりしやすくておすすめやで。そんなにおすすめか、マジで考えてみよう。東北でもいろりだけってことはないと思うよ。ちゃんと暖房があった上でいろりなら多少の足しにはなるかもしれないけど、いろりだけだと煙たいし、換気もかなりこまめに必要になる。旅館とかのそんなに煙でないイメージあったもん。いろりは暖かくないよ。煙と巣で家の掃除が大変なだけ。安い薪ストーブを買った方がいい。煙突の横引きはなるべく減らせよ。煙突掃除が大変だからな。今は東北でもいろりだったところに薪ストーブ据えてる時代だぞ。断然薪ストーブだわ。マジかよ。みんな魚を串に刺して焼きたくないのかよ。でも丁寧に教えてくれてありがとう。薪ストーブよりで検討するわ。今45歳の生ハゲ県民で、10歳くらいまで築100年のかやぶき民家に住んでた。もちろんいろりもあった、家紋付きの鍋引っ掛けるやつもあった。でも魚はガスレンジで焼いてた。おい待ってくれ。夢を壊さないでくれ。なんでそうなるんだよ詳しく教えろ。魚焼きたいがためにいろり作ると言っても過言ではないぞ。お前はいろりの現実を知らない。嘘だろ？今結構ショックなんだが、いろり諦めきれるかな。めんどくさくて汚いんだよ一言で言うと。悪いことは言わんからやめとけ。焼いたり煮たりは薪ストーブでも十分楽しめる。日本家屋感はなくなるで。でもみんなの言ってることがきそうやな。悩む。
ガチモナにも10歳まで住んでたからな。いろりはヒーバーしか使ってなかった。ごとくに網乗せて持ち焼いたり、銀杏炙ったりしてたな。でも薪ストーブにアルミホイル乗せて焼いても同じだったで。ほんまか。テンション的に美味しさが違うと思ってたんやけど、そんなに大変なら逆にテンション下がるかもな。近所の温泉施設の休憩室にあるいろりもどき、こういうのはどう？真ん中のは香炉だけどそこに代わりに火鉢置いて、周りの小砂利に串刺せばご希望通りに魚焼ける。めんどくさくなったら炉端対象でも置けばいい。なるほど。火をいじいじしながら酒が飲めたらええからこれで十分や。鍋とかもできるかな？うちには陶器の火鉢があって、遠赤外線出してくれるからあったかいわ。しかし、いろりはなぁ。鎌倉の鎌倉ゲストハウスに実物があるから、一遍泊まってスルメでも炙って食ってきたら？昔旅館でやったことあるんだが、あれは暖房器具が他にあったからな。行ってくるわ。まだまだ始めたばかりで、スレ主にもなんとも言えないことが多いのね。ごちゃんでも両つべでもいいけど、生活レポずっと続けてほしいな。この先農業を拡大して忙しくなったりしてもやめないでな。おま、優しくて涙出るで、ありがとね。スレはこの後も盛り上がっていました。田舎暮らしは理想と現実の差があるとは言いますが、どんな場所も住めば都なので、何はともあれ行動するのが大切なのかもしれませんね。皆さんは田舎暮らしをしてみたいと思いますか？今回は2016年11月に建てられたスレを紹介します。四国の山奥、限界集落出身だけど質問ある？かっこ民族学や風習の話、霊的なオカルト話はないけど、多分都会の人からしたら、村の生活すべてがオカルトレベルかもしれん。どんな生活だったの？ばあちゃんがいろりの近くとか土間で縫い物してて、母親は台所で煮物作って、父親は炭焼き、俺は行くところもすることもないから勉強してた。高校卒業して都会に出るまで、ネットを触ったこともなかった。幸せな環境だよね。そんな恵まれている現実して都会でなくてもいいと思う。ネットなんてなくても幸せな環境だよ。全然恥ずかしいことないや。面白いスレだ。俺も四国の限界集落出身だ。いかに生活史を述べよう。公共交通機関が全くない。学校まで徒歩で1時間、途中山を越える。雪が腰まで積もると学校へ行けない。かっこ物理的に無理。除雪なし。水道がない。山水をタンクに貯めて、それで全ての生活水を賄った。プロパンガスがあったが、メインは薪でかまどで炊飯、風呂は薪で五右衛門風呂。薪は山や木口に木を切りに行って、それを運んできて一冬用のものを用意。ノコギリで木を適当な大きさに切って、まさかりとなたで薪にする。テレビは3チャンネル、電気はあり、遊び場は、山の中か田んぼ。自転車で走ると、口の中にトンボが入ってくる。バイクに乗っていたおっちゃんの顔に、カブトムシが刺さったことがある。周りはじ、ばかりで、どんどん、でいく、葬式が忙しい。檀家が少なくなって寺が危機的状況に、学校の校舎がボロく、2階の窓を拭くために開けたら、外れて死体落下、粉々に、給食の時間に牛乳をこぼしたら、下の1階の教室にまで流れ落ちた。星が降るような夜、天の川が異様に白い、15年に一度、子供がいなくなる。最後のは何？15年に一度生贄にするの。島並み、石槌山、サメ浦ダム、大ボケ小ボケ、うどんの工程で、四国ツーリングに行ったが、中央部のあの辺りすごいな。サメ浦ダム周辺とか島根よりすごいぞ。ああ住んでみたい。そんなところに生まれてこの方、灰色のコンクリートジャングルでしか暮らしてない。憧れるわ、その生活。こっちは生まれてこの方、本当のジャングルでしか暮らしてない。虫と共生できるかい？山暮らしにおける駅中の大老角が雲、そして駅中たちも部屋のどっかには越してると思う。虫のうんこなど問題でないでしょう。雲はでっかいやつね。でっかいやつ、ゴキブリを取ってくれて重宝する。夏によるカブトムシが今に飛び込んでくるのは大変だけど、気をつけないといけないのはムカで、布団の上にポトッと落ちてくるという。半紙にアマチャと墨で書いて柱に貼っておくと、ムカで余計になるという、呪術か。え、アマチャ？なんでアマチャなんだろう。地方の風習って面白い。アマチャを家の周りに巻くと、蛇とかムカデが入ってこないらしい。へえ、そうなんだ。アマチャって何か知らんのか？アマチャそのものは田舎の風習とは違うぞ。アマチャは知ってたんだけどね。ムカデよけ、カッコ虫よけ、になるのは知らなかったのと、それを半紙に書いて貼る。っていうのが風習的で面白いなって。節分に豆と1円をティッシュに包んで、三叉路や曲がり角に置くっていう風習、今でもありますか？もうない、と思う、と書くと四国のどこか、丸わかり。ティッシュじゃなくてチリ紙ね。チリ紙って知ってますか？知ってます。あったな、ばあちゃんが絶対に後ろは振り返らんでね。何か忘れたけど、追っかけられるからって言われて、走って帰ったいい思い出。あったあった、振り返ってはいけないって言ってたね。四つ筋にはいろいろな魔物がいて、式の帰りにそこを通ると、七人岬がついてくるというのもありました。今、その名前だけは有名ですけど、四つ筋には不意に、だ人の霊が集まっている、ということでした。崩壊様ですね、航路、人が機嫌だとか、無縁仏だとか言われています。その一種で道六神というのもありました。道祖神でしょう。
ヒダル、でも書きましたが、行がつくというのでは岬というのも、あります。体がだるくなったり痺れたりします。カザフレとも。俺の地元では、女の人が身投げして七人岬になったと言われてるところあるよ。多分隣のおばちゃんから話聞いたから、戦前から戦後くらいじゃないのかな。男に捨てられた女の人が崖から見、でして、それ以来そのあたりで男ばかり変な、に方する。かっこ人んちで酒飲んだ帰りに寝てしまってと、道路から川に転落、川で溺れるなど、から、太夫さん呼んで払おうとしたけど、力が強すぎて無理だったらしい。でも今はそこらで人が、ぬとか全然ないから、もう七人引き込んだのかもしれない。四つ辻といえば、節分の時、四つ辻に自分の年の数の豆と、五円玉を紙に包んでおく。家に帰るまでは振り返ってはいけなかった、愛媛だよ。昔、徳島出身の俺のばあちゃんが、真剣な表情で蛇使い、の話してた。村に気に入らない人がいると、その人の家に蛇を送り込むとか、送り込まれた人は高熱出したり、病気や怪我をするらしい。いいね、呪詛だね、オカルトだね。蛇使いなど甘い、こっちとら、犬神付きだい。四国って、なんで山に小さい祠がいっぱいあるの？別に、山じゃなくっても街中にもあるぞ。山に小さい祠がいっぱいある、というのが重要なんでしょうね。あるんだよ、これが、たくさん。間違っても、中のお札持ち帰るんじゃないぞ。読めない文字で書いてあるのはなおさら、家に来るぞ、夜にな。読めない文字とはイオ文字のことか？ホツマ文字のような神代文字のインチキではなく、何々様へは氷の初歩を参らする、三所は一地目に氷の。初歩はこれこ示して、氷かかりた氷の自分でご祈祷伝。え、送り迎えをしまいらする、折り入り用語を召されて、賜れ。いいなぁ、このスレ、支援上げしとく。コンビニありますか？最寄りのコンビニまで車で40分とかのレベル、そういう部、には行商者が物資運んでる。かわいい、かわいい、魚屋さん、こんちはお魚いかがですー。の曲を爆音でかけて、かっこ住民はみんな、耳が遠くて、車道から離れて住んでいるから。移動販売者がやってくる、電話で注文しておくと、その品物を持ってきてくれる。ある意味、都会より便利、コンビニはない、そういう概念はない。わかる、しかも漁港で取れたばかりの新鮮なやつだし。わかる、魚介類がものすごく新鮮、頼んでおくと新鮮なものが来る。これを食べ慣れていたため、都会で魚を食べたら、生臭くて気色悪かった、高級寿司店でも。わかる、高級な和食店でも生臭いよね。行きたいかは当たり前、その日の朝取れた魚介当たり前になってるから、贅沢なことだとは都会に来てから知った。病気になったら大抵、のレベルだな。緩やかな、に至る病気は大丈夫、遠くの病院に送れる。一応地域に診療所のようなものがある、その医療水準は。蘭学こと始めくらい、問題は、救急医療が間に合わない、途中で救急車が、谷に落ちて、それを助けに来る救急車が来て、それがまた落ちて、深夜に救急車が来る飛ぶ、銃が大騒ぎ、反証が鳴るレベル。わかる、救急車やパトカー来たら、集落中の人が集まってきてお祭り騒ぎ。わかるでしょう？大騒ぎになって、矢倉が立って盆踊りが始まる勢いだよね、かっこ嘘。あと、多かったのは農薬を飲んでの字、ほぼ女性。あと首、リもあったが、圧倒的に多かったのは農薬字。頻繁にあった、今の農薬は対人毒性が低いのでそれはなくなった。列車に飛び込もうにも鉄道がない、あっても一日に数本では機械を逸する、考え直してしまう。要点は、こんな田舎でストレスがないと思えるのに字、が、多いこと、かっこ田舎の人なら理由はわかるはず、くらい話すまん。そこいらはそんなに字、多いのか、お年寄りの、かな？過疎で孤独になって寂しいのかもしれないね。良いところも悪いところもあるね。都会の人にはば、にされるくらい田舎で育ったけど、今となればそのことを誇りに思っているよ。布は大抵壮年の女性、男性もいたが、老人というわけではなかった。農薬の服毒時、はものすごく苦しんで、布で悲惨。体、かっこ現場、大体、自宅、を見に行った大人たちが、一様に真っ青な顔をしていたのが怖かった。もちろん子供はその場に近寄れない。その時初めて警察官たちを大勢見た、刑事も含めて、かっこ多分、田舎で育ったことは良かったと思う。全体集合と部分集合の問題、ただ文化施設、かっこ博物館、美術館など、に子供の頃接する、ことができなかったのが悔やまれる、いい図書館にも。食える植物、まずい植物、多分毒、遊びの中でこういうことが身につくのがいいね、腹に行中いたけど。遊ぶのに組織力が養われたね、探検心も、どこまでやっていいのか？かっこ人に対しても自然に対しても、もう判断できるようになった、やりすぎると崖から落ちて、ぬから、虫が平気になった、蜂にも対処できる、何にも遊ぶものがないから、自分の想像力で保管してみんなで遊んだ。かっこある意味、危ない精神性を持った子供たち、神隠しが本当にあるということも実感した。子供の頃から仕事の仕方を学んだ、体で、山で木を切り倒して薪を作る作業で多くを学んだ。なたを振るう時には、周りに人がいないか確認すること、振るっている人の近くには近寄らないこと。
声を掛け合って作業すること、木の倒れる方向に漫然と立っていないこと、枝を落とすのはどうするのか、まさかりで一刀両断に巻き雑歩、終わるのはどうすればいいのか、それを効率的に安全にやるのはどうすればいいか、会社に勤めてから、年末に、餅をつくという会を会社でやったが、誰も餅米をかまどで蒸して、石臼でついて、丸い食べやすい餅にする方法を知らなかった。日頃、横文字を使って偉そうに、かっこ実際に偉いんだが、有能で、している上司、かっこ年齢が上、が、全く使い物にならなかったのが、かえってショックだった、かっこ優越感など感じなかった。呪術も学べたし、あけび取って食べたりしてたな、懐かしい、板取りを取って剥いてその場で食べたり。こんなこと書いてると自分ってほんと野生的だったんだと思うわ。あんたは俺か？春は、つくしを取りまくって、その後はタケノコ、食いつないだね。それで、蜂の子はいるとうまい、庭にお茶の木が数本あって、一年分以上の茶をそれで自作してまかなった。晩春の仕事だった、犬神付きはすごいよ。いや、蜂の子食べたのは父。私は虫は食べたことないし、相当飢餓にならなきゃ無理かも、木の実はいけるかも。みんなかっこいいな、鳥をさばいて食べたり、命が近い育ち方だったのかな。四国に生まれ育ったけど、犬神の本場だとは最近まで知らなかった。両親が流れ者だったからかな、農村部の配達感すごかった。今は理屈わかるし、ふるさととして好きだよ。貴重なスレだな。徳島のばあちゃんに、いつも手のひらに細筆で文字書いてもらって、白い虫出してもらってたな。カンノムシね、住みなくても手ぬぐいと天然塩だけでもできるよ。ありましたよ、カンノムシというやつでしょう。病気は体内の虫で引き起こされるという考えですね。あと、ヤイトを吸える、というのもありましたね。お灸のことですが、悪いことをすると、ヤイトを吸えるぞ、と脅かされるという。実際、ヤイトを吸えられたことがありますが、カッコ治療として、効果はなかった。むしろ焼け、跡が化膿したりして、カッコ夏に、危ない。小さな短い竹筒に塩を詰めて、その上にもぐさを乗せて、壺の上にそれを乗せて火をつける。というお灸もありました。山奥の集落の話です。それの名人、という人がいました。かまどで米を炊いて、それをおひつに入れて保存して、それを今でご飯を食べていましたが、そのご飯粒、かっこ柔らかい、お海苔代わりに使っていました。髪の接着などに、結構丈夫なんです。今も使います。笛木のりも使いますが、冬の暖房は、炭を火鉢に入れてそれのみ、ストーブなし、寒い。火鉢の中で燃えている炭を扱うのが火箸、かっこ金属でぶっとい、掘りごたつで中に練炭、かっこ地、か、寒い夜には、石綿、かっこ危険、の入った豆炭なんか、ブリキ製の湯たんぽも、夕方に、木でできた雨戸を閉める、朝一番では家の中は真っ暗。その木板の節のところが丸く取れた穴が開いていて、そこから太陽光が入って、針穴写真の原理で、外の風景がカラーでぼんやりと内側の障子に映って、それが朝の印。雨戸は重要、昼近くになっても雨戸が閉まっていると、そこの住民は、寝ている、ことがわかる。四国に性質が暗記されてて、それをなんたらかんたらのためにお四国さんが始まった。って説がどっかにあったな、うろ覚えすぎてすんません。カッパにエンコ抜かれるけん、お盆は海に泳ぎに行ったらいかん、は四国では常識。エンコ抜かれるって言いました？カッパイコールエンコイコールエンコー、と思っていましたが、山奥ではカッパの話は聞きませんでした。信じてもらえないタイプの話だけど、祖父祖母は縫製工場を営んでいて、材料の布を積み下ろしするリフトがあった。荷物に限らず自分たちも乗ることがあったのだが、上の階に着くまで光があまり届かず暗い。その時何もないそのリフトの空間で、強い痛みが腕に走り、大きな擦り傷が腕についた。ばあちゃんにそのことを伝えるとこや、かまいたちぜ、とのことだった。かまいたちって、男の子は赤ちゃんの時、大きなお餅、直径30センチくらいのを、風呂敷に包んだのを背負わされ、ハイハイさせると強い子に育つと言われている。はぁ、香川な人ですな。山奥での話ですが、私の部、に独居の老女が住んでいました。彼女の家は2階建てでものすごく大きい、庭も広い。かなり古いのですが豪奢なものでした。都会の人は想像できないでしょう。都会の一戸建ての10軒分はあろうかという大きな建物です。彼女は狂っていました。今考えると認知症かと、失調症だったのではと思うのですが、非常に高敵でした。小学校から歩いて帰っていると、彼女が田んぼの脇に立っていて、ブツブツと言っては急に怒鳴ってきます。毎日毎日、それが怖かったですね。若い頃はとても利発な方だった、という話でしたが、頭が良すぎると狂うという通俗的な噂話だったと思います。あれは狐付きで、というものもいました。彼女は、私が中学生の頃亡くなり、大きな屋敷は更地になりました。子飼いな人もうんさったんよ。四国といえば空海の伝説も多いよ。熊町も空海が訪ねて、いろいろ良くしてもらった。お熊という女性の名前から取ったものと言われている。いろいろ話残ってるね。食わずの芋や食わずの梨など。ああ、ちょっくら四国行きたいな。ばあちゃんは魚の目やイボができたら、ご飯粒とた、この灰と塩を練ったものを貼り付けてたわ。懐かしい。今回のスレはここでおしまいです。次に紹介するスレは、2016年9月に建てられたスレです。
ガチの田舎に住んでるけど何か質問ある？最寄りのコンビニまで、徒歩数時間かかるレベルの田舎に住んでおります。コンビニは24時間やっているか？そもそも店すらないんだよな。カブトムシいる？カブトムシにクワガタもいるよ。もちろん頭だけ残って、体食い散らかされたカブトムシもよくいる。仕事はあるの？田舎に仕事はないね。たまに地域の行事など手伝ってビールもらえるくらい。バス停ある？あるけど2時間に1回来る程度。お前の地区に、1台も車を持っていない家はないだろ？なぜそれを？通学大変だった？大変、自分は自転車で、毎日数十キロの道のりを通学してた。しかも山道？そうだね、道が狭いし、車と何度も接触事故を起こしそうになったことがある。あと夜怖い。夜の山道十数キロとかマゾだわ。3年通う間にインプレッサに惹かれる。俺なんか札幌市内ですらうんざりして、引っ越しを考えてるってのに。引っ越しは甘え。釣りとか漁とかできるの？うちの田舎は近くに海があるから漁も盛ん。漁ならイノシシくらいしか聞いたことがない。熊は出る？熊はいない。近くの町まで車でどんくらいかかる？1時間もかからない。信号がないし、曲がりくねった道にさえ慣れていればスムーズに走行できる。ガチの田舎って僕夏レベル？限界集落レベル？限界集落レベル。田舎を出る気はないの？田舎は静かだからな。都会や町はうるさいから悩みどころ。雪やばい。やべえ。街灯ないから、この時間外出れないだろ。懐中電灯で置け。嫁や子供は？山形か秋田？割と合ってる。車凍るだろ？冬がやばくて、寝る。冬はよく通学できたな。気合と根性。いつ自分の住んでるとこが田舎だって気づいた？中学生。最寄りのコンビニは24時間やってる？天下のローソン様だからな。女の子はいる？二人くらい同世代の女の子がいる。同世代、かっこ40。田舎はコミュニティ狭いから、女の子と仲良くなれるよ。ブサメン顔面狂気の俺でも、一人と A まで、もう一人と C まで行けた。なお今は。パコった女は可愛い。普通、でも芋臭い。ええやん、嫁にしてまえや。君の名は見てきたけど、田舎の女子高生の制服はええのう。今回のスレはここでおしまいです。次に紹介するスレは、2017年9月に建てられたスレです。超限界集落に引っ越したけど質問ある？Y 以外は80過ぎのジジババが5人だけや。ほんまに限界やな。あと数年でぼっちやんけ。医者か？農家やりたくて引っ越したけど、まだ荒れ地を耕してるだけやわ。農業やるにしても、もうちょっとマシなとこなかったんか、割と生活に苦労するレベルやろ。土地が安いというかただ同然やったからな。なるほどな。農家やりたいとか、田舎暮らししたいとかいうやつは多いけど、ほんまに行動するのはすごいな。大変やろうけど頑張ってな。ワイも行きたい。何作るの？とりあえず丈夫な芋類から始めるつもり。どこ？中部の秘境駅って言われてるところから、さらに2時間山に入ったところやで。いいだぜん。鉄オタが来たら絶対見バレするから、これ以上はやめとくで。廃村集落ってレベルやね。ワイも限界集落で国王やることになったんを。楽しそう。星めっちゃ綺麗やで。アライグマに気をつけろ、地な吸収。ネットはさすがにできるんやな、ワイには無理。電気は通ってるし回線もあるからな、ガスはプロパンやが。大長野県の悪口はやめえや。そこで畑耕して売りさばくの？田舎って排他的やとか言うけど、ここまで消滅寸前や土地やほやされまくりやぞ。貯金は結構あるから生活はなんとかなるし、1年くらい色々試して考えるで。そらそうよ、外人でも何でも人が増えるだけで、街の一大イベントや。一人なんか？一人やで。ほな今度マリカー持って遊びに行くわ。ネットは通じるんやな。光回線は通ってるんか？く、重いけどな、工事するのに車で来れなくて苦労してたみたい。ジジババ5人だけでやばいな、コンビニはないやろな。店がまずなさそう。地元の酒屋とか問屋みたいなのもないの？トラックを店みたいにしたやつが、週1ぐらいで来るんか？ないし来ないで、アマゾンは来てくれるけど。食料どないすんねん。ジジババの貢ぎ物とか、あと2時間歩けば電車あるから、買い物行ったりもできるで。設置料金とかあるん？プライムやからか知らんけど特にないで。全部読めへんやん。田舎はコープさんが頑張ってるんやで。Y のふるさとはジジババ15人くらいの集落やが。自分ではしないけど、友達におったら定期的に遊びに行きたい。もう住んでるんよね。何日目？明日で2週間目やで。ネットで作物販売できそうやな。問題はどう配送するかやな。ん？ヤマト来るんやろ？そのまま集荷してもらえんさい。アマゾン来るイコール配送便あるんちゃうのか？軽トラックとかで来れる道ちゃうぞ。アマゾン2機はどうやって来るねん。現茶か？現茶なんかな？さすがに徒歩で来てるわけじゃないと思うけど、わからん。車道自体はあるんやが、くっそ狭い上にひび割れたり木の根が生えてたりして、とても車で来れる道じゃないんやで。わざわざネットで注文しようと思えるようなものを作れるんか？2時間歩かなあかんの、きついな。自治会町より寂れた町があるんやな。無料で農地提供してくれて、もっと便利なとこなんぼでもあるやろ。あと5年ぐらいしたら、一人になってそうなんだが。一致病気なったり骨折したら動かれへんやん。携帯通じるしなんとかなるやろ、かっこ適当。Y も小学校卒業するまで、
水道が引かれてないような場所に住んでたけど、そういうもんだと思ったら何も不便に感じなかったな。川の水で風呂沸かしてたから大雨の時は茶色い水でお風呂に入ってたな。かやぶき屋根の家とか普通にありそうな集落やな。歯医者とかなさそう。海が近ければ、釣りで食料調達したりできるんかな。めっちゃ細くて浅い川と、くっそ汚い茶色の川しかないんを。土は越えてるんか、何も手をかけてない土地だったら死んでそうだけど。いえ、でかいの？家賃いくら？くっそボロい普通の日本家屋やね。楽しそう。人嫌いなのかな？なんかロマンあるわ。国道まで何分かかる？多分バイクで1時間30分くらい？測ったことないからわかんない。ちょっと悪いことしてもバレなさそう。今回のスレはここでおしまいです。次に紹介するスレは、2017年9月に建てられたスレです。青森県のちょうど田舎に住んでるけど質問ある？何でも答えるで、できる限り。どうやって書き込んでんの？さすがにネットはあるで。けっぱれ、月収なんぼ。30ちょい。ワイも青森の田舎出身やで。仲間やな。唐突だけど杉沢村について教えてやろうか。リンゴ好き？普通。何歳なん？24。需要なさそうなら杉沢村のこと書かないけど、需要ある？太平洋側か日本海側かで青森はいろいろ違う。せやな。前世で何やったん？前世はいいことしたんやろな、十分幸せや。罰ゲームオツ、六ヶ所村家？ちゃう。農家？せや、スーパーカー好き？嫌いではないけど好きでもない。八幡のトライアルの近所やわうち。杉沢村について、かっこ特に面白くはない？杉沢村伝説ってのは知ってると思うけど、あれ普通に嘘で、昭和初期くらいに最後の住人が、で消滅した村。あと、杉沢村は公式の名前じゃなくて、無名の村に村長だった人が杉沢って名字だから、そう呼ばれてる。東北、四国、北陸だけは住みたくない。青森はそんな悪くないで。青森県民って本当に朝からラーメン食ってんの？食ってない人の方が多い。セバダバマイネビョン。どこさ？西目屋。八戸弘前青森市以外に住んでから、田舎云々言うてほしい。個人的には、むつ市、奥入瀬町、柏、五所川原まで、車で20分で行けるとこは田舎ちゃうと思う。ガチの田舎は、深浦とか外ヶ浜町とかその辺や。西目屋は十分田舎だと思うんやが、上があるんか？今の西目屋は国道整備されて弘前まですぐだし、田舎っちゃ田舎だけど言うほどか？住宅が固まってるところは、国道も近いし便利になったけど、Y の家かなり山奥なんや。周りに家が3軒あるのが救いやな。今回のスレはここで終わりです。いかがだったでしょうか？皆さんの意見もぜひコメントしてください。